ツイキャス開始で今週はちょっとね、先週引き続き収録で、先週生放送なんですけど、今週は収録でいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあオープニングの曲が流れたら開始していきたいと思います。はい、はい、お願いします。いや、間もなくですね。はい、ちょっとレイヤーモードにならない。よし、これでいきます、はい、では間もなくです。はい、お願いします。お願いします。はい、まもなくバイク入れます。はい、企業のナンクル旅トーク、今週もお送りしていきます。ちょっと今週ちょっといろいろありまして、ちょっと収録放送ということでお送りしていきたいと思います。今週もですね、先週に引き続いてヤッスーですね、あのゲストに来てもらってます。先週はですね、あのスリランカの国の事情っていう、まあ、意外にも親日国だったとか、そういう面白いいろんな情報を聞けたんですけれども、今週はまたあのちょっと結婚式ですね、友達の結婚式に参加したということなので、その話を聞いていきたいと思います。で、こう CM の後に行きたいと思いますので、まずはこちらお聞きください。どうぞ。オッケー、いい感じで、そう、なんか大丈夫です。ちょっと不思議な感じで、そうですね。で、あとは3分前に音楽流れたら3分前って感じだから、まあちょっと、まあほら、あの写真の時はこっち行ってやるから、あの話してね、どんな感じだったで。こういう感じでやっ、設置するとかって感じでやるんで、これはどんな感じでって言ってもらう。よろしくお願いします。はい、では、もう CM が開けます。はい、お願いします。10秒前です。はい、5秒前。はい、3、2。はい、企業のナンクル旅トークをお送りしております。今週も先週に引き続きヤッシー来てもらいました。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、もう先週もね、なかなか面白い話聞けて、なかなかスリランカって国のね、どういうところかね、もう聞いたんですけど、やっぱそれよりもちょっとね、興味があることを今日いろいろ聞きたくて、結婚式の話の前に先ほどの話ちょっと聞いたんですけど、アーユルベーダってやったんだよね、はい、アーユルベーダね、ーダよくわかんないけど、なんかオイル流してる感じかなっていう感じで、そうですね、結構女性の方は多分こう知ってる方多いと思うんですけど、そのアーユルベーダをしてきたと言ってたんで、ちょっとその話を聞きたいなと思います。はい、なんか、はい、そうですね、あの一番有名なのが、もう東京の銀座とかにも出店してるんですけれども、あのスパセイロっていう、そうですね、あ、ちょっとギオさん出してもらってる、そう、スパセイロンっていうのがあるんですけど、すごいところです、ね、原色すごいですよね、まあ、中はこれ象のオブジェがあったんですけど、このいろいろあの、ね、この製品がアイルベートの製品が並んでるんですけど、あ、でこっちがですね、この施術室のところです。もうここであのオイルを、まあ、垂らしながらの施術をしてもらうんですけど、なかなかですね、まあ、ごめんなさい、ごめんなさい、こっちの部分でですね、結構あのこのマッサージ師の方がいて、それであのフットケアだったりとか、まあ、全身だったりとかっていうのをこのプランに合わせてマッサージしてくれるんですけれども、なかなかですね、このやってる人がもうその道何年のプロみたいなのがたくさんいて結構アイルベイダーってリラックスするのかなみたいなあの気持ちで言ったんですけど、うんうん、まあ、このリラックスして、まあ、うとうとしながら気持ちよく寝れるかなと思ったら、まあ、そんなことはなくて、すごいあのプロのこのおばちゃんたちがゴリッゴリにマッサージしてる結構きつい、痛い感じ。おー、きつかったですね。もみ返しもあるぐらいの結構強さのウエストがあったんですけど、はい、まあまあ、あの次の日ぐらいにはすごく肩も凝りも取れて、はい、でもいい経験だったなと思います。あ、これ結構あのスパセイロの中のこのソープとかのやつ、これすごいですね。
これすごいですよね。一瞬これパッと見たらこれ竜宮城かなって思うぐらいですよね。すごい綺麗なあのカラフルな感じ。撮れました。ごめんなさい。写真がっていう感じで。っていう感じですね。なんか先ほど言ったんですけど竜宮城ですね。そうですね。本当に色の使い方が日本じゃ絶対見ない。なんか原色。そうですね。赤黄色緑青なんかすごい感じで。あれはすごいですね。異世界でした。異世界ですね。本当に。なんかまあ俗に映える。そうですね。映えますね。あそこ映えるって感じですね。うん、知ってる風で言ったらエモいって感じですね。よくわかんないですけど、意味よくわかんないですけど。はい、でそこでアイルベーダー。はい。なんか先ほどなんかスパセイロンってこの直営店このがにあの日本銀座にもあるんですか。そうですね。あの日本にも進出してて銀座、日本橋、はいはい、新宿にもありますね。新宿にも。新宿にもありますね。あとあの地方だったらあのなんか石のあのあれか宮あの仙台か。仙台と福岡にもあります。あ、日本にもちゃんと本場のやつが入ってるっていう。もしなんかアイルベーダー本場のですね、まあ結構いろんなところでもあるとは思うんですけど、うん、本当のスリランカの本場の体験したいって方は、まあ新宿とか、まあ、銀座とか、うん、スパセイロンです、ね。スパセイロン。ちなみにですね、まあちょっとまあ食い話になっちゃうんですけど、はい、あのいくらぐらいだったんですか。まあ現地で。現地で、はい、現地だったら日本円で換算して全身で5000円ぐらいです。うん、あ。全身で5000円、やっぱり安いですね。そうですね、あの足のみとかパーツのみもやってるんですけど、足でも1900円ぐらい、はい、2000円切りました。簡単にできるんですか。簡単です。手もみより安い感じ。手もみより安いです。現地はアーユルヴェーダが、はい、あでも現地だから多分日本だと思う。もう2倍3倍2倍はいくでしょう。2倍は絶対多分だから1万ぐらい払わないと全身はやってくれない。もうちょっとするかもしれない。これってあのオイルも垂らしながらですか。そうですね、オイルとかだからのスパセイロンのこの独自の商品を使ってやるので。あ、このそうあの商品がこれですね。あ、そう、こういうのこれも一部ですね。これはあのなんかこれピースっていうコンフォートのやつですね、はい、これ何かな。この種類とかが結構あって、この乾燥肌とか、はい、油オイリーの、あのやってる人用とかっていろいろなこのクリームが違ったりするんですよ。それとかにも合わせてこの施術変えてくれるんで、本当にあのアイルベーダーの知識を持ったプロがそれに自分の肌質に合わせて施術をしてくれるっていう。はあ、すごい。多分あのちょっとね、アイルベーダー詳しい人からしたらあーってなってるかもしれない。多分あのなん羨ましいみたいな感じ、ね、本場ですからね。本場でやったっていうか、ね、はい、とそのアイルベーダーもやって、あといよいよあの結婚式。あ、そうです、ね、結婚式ね、うん、そうどんな感じです。あのなんか沖縄とまた似てるのかなとか思って。そうですね、あの2日間やるんですけど、まあ、2日間っていっても1日あのやって、はい、あの1日ハネムーンの日を明けてもう1日、はい、だからそうですね、まあまあ、トータル3日だけど中日はやらなくて、そうです、中日はあの新婚2人、新婚2人のもう2人の、まあ、時間やって。っていうことはじゃあ式みたいなのを2回やるってことですか。そうです、式は2回で、はい、多分あの皆さんがあの思い浮かべるようなこの一般的な式っていうのが初日、あのいろんなまあ、知り合い呼んで。そうですね、職場の知り合いもそうだしっていう、はい、いろんなところから人を呼んで招待してやるっていうのが、はあ、っていうのが1日目の式ですね。式でこれはあれですか、なんか例えばまあ式場っていうのは、まあ、仏教とかですか、寺でやるとかではないですよね。あ、ホテルでやりました、ね、ホテルで。あ、やっぱりもう今、まあ、今はもうホテルでの感じの、はい、でちょっと先ほど写真もちょっともらったんですけど、ちょっと出しますね。これ勝手に乗せたら怒るかな。勝手に乗せちゃえ乗せちゃえ。あの友達のアヌパ君とティリアさんですね。めっちゃ美男美女かっこいいですね、はい、あでもドレスだけどこのこっち側の方とかなんかそうですね、なんかトラディショナルの。そうですね、あの新婦の方もサリーをつけてますね。あ、サリーつけてるんです。あーすごい綺麗、はい、であこれ、あこれですね、これなんか DJ っぽい。そうなんですよ、あのこのトラディショナルなこのやつをやって終わった後に、はい、なんかあの新郎新婦が調印式みたいじゃないですけど、はい、このサインを書いたりだとか、はい、あとあの余興なんか分からないですけどカラオケ大会が始まったりとか、おあとこっちあのこの後にはダンスミュージックダンスホールになりました。こっちはああなるほどなるほど。じゃあ DJ で音楽流して。そうですね、ブースでも音楽流して、ま、沖縄でカチャーシーみたいな感じな。もう最後カチャーシーみたいな感じであの全員こっちに集まって踊ってました。ああ面白いですね、うん、であこっちですね、うん、あこれがいいな、ね、ご飯食べる。これがご飯食べるところ、このテーブルと、あとあの左奥に映ってるのがホールはっていってあのこの儀式をする場所ですね。儀式っていうと、あこれですね。
あ、それじゃないです。ちょっとこれじゃなくて、もっとあの儀式するときはこの2人が、そうです、左の。その2人が、儀式をする場所。あ、ここですね。はい。ここではどういうことをやるんですか？そうですね。ここ結構やること多かったんですけど、はい、自分が覚えてる範囲というか、印象深かった範囲で言うと、はい、2人で、ご飯を食べさせや、例えば初めてのワンバイトみたいな、ワンバイトケーキみたいな、はい、ケーキみたいな、ケーキももちろん あるんですけど、それ以外にココナッツのミルクライスか、はい、ミルクライスって言って、蒸したお米、牛乳というかココナッツミルクで蒸したお米を食べさせやったり、一生上に困らないようにとか。ああ、なるほど。あと牛乳を飲ませや、一生この喉の上とかにも、はい、のならないようにとか、はい、あとはですね、小指同士を合わせてぐるぐる巻きにして、はいはい、そこに聖水を垂らす、聖水を垂らすっていうのがあって、はい、それがですね、2人が離れ離れにならないようにっていうことで、そういう意識があったりします。はあ、そういうのをやるんですね。そうなんですよ。他にもなんかちょっと分かんなかったんですけど、はい、この新風側の、はい、あれですね、このお父さんがなんかこの台から降りるときに、はい、門出みたいな感じでなんかココナッツかち割ってから、ココナッツかち割ってなんか、はい、なんかこの最初のなんか式のステージの中央に行かせるみたいなのもあったんですけど、何かしら意味合いがあるんですか、ね、何かしら意味合いがあるんですけど、結構この式が多くの儀式が多くて、はなかなかですね、一回で覚えられないですね。ああ、なるほど、うん、なんか日本だとまあよくあるのがケーキに言うと、はい、初めてのワンバイトで食べさせるぐらいですかね、はい、あとはお父さんへの手紙ぐらいみたいな感じだと思うんですけどもうそれ以外もたくさんあって、でもまあそれはもうこの、ね、先ほど言った一生食べるものに困らないとか、やっぱそういう、まあ、この幸せな意味合いを込めてるってことなんですね。そうですね、ちょっと面白いですね。でもなんとなくなんか沖縄の結婚余興とかあったりするんですか？余興はですね、余興はないんですけど、はい、なんていうかな、この伝統的な歌を歌ってくれるこの楽隊みたいじゃないですけど、このなんか踊りもやる、太鼓もやるしみたいな方々がいらっしゃって、これは式の最中、式の最中、入場の時もですね、入場退場も全部ですの人たちが歌いながら来て、じゃあ生演奏というか楽器とかも生で、そうですね、この民族楽器みたいなの叩きながらっていう、じゃあ結構盛大ですね。盛大でしたね、本当に。ちなみに人ってどれぐらいしますか？200ぐらいいました。あ、まあまあでかいですね。まあまあでかかったですね。はあ、すごいですね。はい、ちなみに例えばですよ、なんかまあちょっとね、またいやらしいんですけど、はい、日本だったらお祝儀みたいなやつがあるじゃないですか。はいはいはい、そういうやつってあるんですか？お祝儀はそうですね、僕のところちょっとなかったですね、僕の 見た感じでは、なんか個人的に渡しに行くみたいなやつなので、あ、一応なんかそういうものを渡したりとかするのはあるんですけれども、はい、厳格には決まってない、うん、じゃあ例えばまあこの披露宴の費用とかはもう新郎新婦持ちっていう、そうですね、で大体で、で結構安く抑えたりとかっていうのもプランもあったりとか。ああ、まあまあそうですよね。そうなんですよ。だから日本だとなんかちょっとお祝儀もらってからのなんかね、うん、ちょっといやらしい、いやらしいところがあると思いますけど、この方はいくらぐらいもらえそうといろいろ予測してから、それでちょっといろいろ選ぶあると思うんですけど、あ、じゃあそれもな、まあ、まああったらいいねぐらいな感じで。そんなぐらいですね。だからなんかちょっと僕の方でも何ていうか手伝ってくれじゃないんですけど、はい、向こうでの何ていうかホテルの時に使うこのお酒、振る舞うお酒っていうのを、はい、ちょっと日本から調達してくれみたいな。ああ、なるほどなるほど。確かに 2倍ぐらい変わるんですよね、この値段が、このお酒の。確かに。酒税かかって 2. 何倍かな。例えばじゃあ、まあ、日本酒とかそういう酒とか欲しいとか。日本酒だったら暴動が起きるから。暴動起きるんですか？みんな飲みたいって言うから、はい、ジョニクロだけ持ってきて。あ、なるほど。ジョニクロ持ってきてって。逆にみんなで奪い合いになるぐらいの。なるものだから。それちょっと青森とかやめてって言われて。ああ、なるほどね。だからジョニクロをちょっと日本から密輸してきてって言われました。なるほど、ね、乗ってきて。まあまあまあ、密輸ではね、買っちゃって買ってね。ちゃんと買いましたね。まあ、あっちもね、お酒もね、厳格だから、あれだけど、まあ、若い人飲んでるよ、ね。飲むのでっていう。あ、なるほど、ね。じゃあ、ジョニクロ持って行って。ジョニクロ持ってってっていう。なるほど。俺だね。じゃあ日本酒とか持ってったらやばいんですね。もうみんな飲みたかったでしょうね。ああ。奪い合い。奪い合いじゃないですか。じゃあもしスリランカ行くときはなんか日本酒とか、あ、青森もいいの？青森も珍しいっていうものと思いますよ。日本酒は飲みやすいからあれだから、うん、青森だったら30度ぐらいだったらね、
結構ね、そうですね、あの稼げるから、それ何本か持ってたら、何本か持ってたらありかもしれないです。まあ米焼酎だから、あ米じゃない、まあ、米だから、米だから焼酎みたいなもんですから、ね、うん、いけるかもしれないです。いや面白いですね。でこのなんかさっき言った2日目、はい、1日目の儀式がそう終わって、あその最後このあれですよね、 DJ ブースの前でみんなで踊って、で新郎新婦にまだ楽隊が送っていくのを 見届けてみたいな。例えば二次会とかあるんですか？二次会はもう各々ですね。あそっかそっかまあ、まあ、日本ともたちと違う感じで、じゃあでこれで1日明けて、1日は、はい、その次の日は、まあ、新郎新婦が、まあ、まあ初夜ではないけど、うん、まあ、まあゆっくりしてよって、でその次の日に2回目の式が、はい、はい、そうですね、そうですね。これはどういう式なんですか？これも本当に手作りのホームパーティー感が強いところですね。ということはあれですか、親族だけ集まる、親族で集まって、新郎の家にみんなが集まる。あ新郎の家にじゃあ新婦の家族もみんな集まる。あそうですそうです。行ったんですか？行きました。えっ大丈夫だったんですか？大丈夫でした。あえ親族しか行けないところに、うわこれすごい経験ですね。そうですね、もう来た時からお前2日目も出ろって言われたんでこれはなかなか、普通の式は参加するだけでも大変なのに、うん、2回目の親族しか集まらない式にも参加できたんですね。それでこれどういう感じなんですか？これはですね、あの本当にあの何て言うかな、この手作りのバルーンとかも自分たちで何て言うかな、この親戚の子たちも含めて手作りで作ってて、うん、であのご飯はのケータリングなんですけど、はい、それであのお家の中でケータリングのやつを広げて、でみんなであの新郎新婦を囲いながらご飯を食べる。あ、例えばそこで儀式があったりとかそういうのはないんですか？儀式みたいなやつはまあ簡単なものはありますけど、例えばあの年長者に何ていうかな、こうやって何ていうかな、このまあ、ま、なんかお祈りじゃないけど、まあ、そういろいろのもあったりはするんですけども、大体はあの初日よりは何ていうかな、もっとフランクな感じで、もう本当に親族同士、新しくなる家族同士の親睦会に近い感じ。そうですね、まあ、その意味合いが強いと思います。すごいですね、そこにいたってことはもうある意味家族ですね。家族ですね、新家族です、ね、新家族ですね。なんだろう、この、まあ、このやったあのなんていうかこの結婚式に、はい、あのなんていうかな、この新婦、あ新郎のやつが友達なんですけど、はい、のお兄さんももともと大学で知り合ってて、元々はお兄さんも知って、元々はお兄さんの方があの僕と同期だったので、あなるほどなるほど、同じあの寮に住んでてっていう、での弟の結婚式で、弟も知り合いになって結婚式、そうですね、すごい、もう本当にあれですね、義兄弟ですね。もう僕なんかもう、そう、年で言ったら僕三男になるのかななるほどなるほど、すごい。じゃあもうお兄さんとも久しぶりに会って、お久しぶりに会って、うん、じゃあ最高ですね。そうなんですよ。でこのお兄さんの方にあの何かお兄さんはもちろんあの嫁もいたんですけど、お兄さんの方の嫁もいたんですけど、はい、その一行とあのずっと旅をしてたっていう。なるほどね。スリランカ人のガイド付きみたいな感じで。あ最高ですね。じゃその、ね、スリランカ、ね、の友達知り合いが案内するスリランカも良かったです、ね。あじゃあおすすめのこっちのレストランうまいぜとか。あそうですね。とかあの俺の現地の友達がこのホテルいいからこっち泊まりなさいみたいな。最高ですね。良かったですね。だからもう時間もないから喋れないかもしれないですけど、サファリの近くの。サファリ、あ、サファリもあるんですか？行ったんですか？サファリ行きました。サファリで、どんな感じ？めっちゃ広いですよ。めっちゃ広いですね。はぁ。向こうなの軍が管轄だったんで。軍が管轄だったんで。ちょっと規模がやばいですね。そうなんですよ。じゃあ、いろんな動物。そうですね。例えば、トラとか行ったりするんですか？トラが、なんか、トラっていうか、トラみたいな、レパード、なんだっけ、このヒョウみたいな。は、いるんですか？いました。見れました。運がいいってことに。すごい。なかなか見れないっていう。めっちゃやっぱ広いところですよね。広かったですね。サファリっていうぐらいだから。はい。あの、ベタかもしれないですけど、ゾウもいたりとか。ゾウもいました。わー。近くで見ました、ゾウ。大丈夫です。車で行って。車で行って、で、あの、なんかこの、この窓枠から手出すなよと言われたんですけど、ああちょっと怖いですよね。ゾウにあの触れられそうな近くぐらいの近くなったんですけど、めっちゃでかいから怖いですよね。でかいと怖いですね。踏み潰されてやばいですよね。やばいですね、本当に。もう賢かったですね、ゾウは。あ本当にもうちゃんとじゃあ、まあ、見て、うん、多分餌あげたりとかいろいろしてるんですか？餌はあげちゃダメなんですか？ダメなんですか？餌食べるとこ見ててもあの葉っぱとこうなんていうかな、茎みたいなやつをちゃんとあの自分の足とか鼻でより分けて食べる、美味しいとこ食べる、美味しいとこ食べるっていうのを見てたんで、あゾウ賢いなと思って。じゃ
ゃあ本当になんかその自然の中にいるところに参加するって感じ。そうですね。って感じです。それのサファリもあるんですか。サファリもありました。うわー、楽しかったですね。いいな、ちょっとスリランカやばいっすね。何でもあるんじゃないですか。サファリもある、はい、個人的にはイーグル、このタカ、タカ、タカが見れたのが良かったです。わしか、イーグルは飛んでるんですか。あ、なんかもうあの手すりになんか普通に止まってたんです。普通にいるんですか。普通にいるんですよ。怖襲ったりはしない。あ、襲ったりはしてこないです。普通に、あっと思って。でもかっこいいんじゃないですか。え、日本じゃ絶対いねえな。いない。そうね。わしなのか、いや。そこら辺にな、ね、本当にあの、なんていうかな、そこら辺の鳥みたいな感じで。いたから。本当に自然がいっぱいっていうか、うん、もうあれなんですね。本当に自然、大自然の中の。そのサファリ隣のホテルに泊まった。ホテルに泊まった。近くのホテルに泊まった。めちゃくちゃいいですね。めちゃめちゃ良かったですね。でも大自然の中のって感じですね。そうですね、大自然の中でっていう。でもあの作りもしっかりしててっていう。いいところでした。うわ、めちゃくちゃもうスリランカ堪能ですね。満喫してましたね。うわ、いいな。今度なんかヤッシーにガイドしてもらっていいじゃあ旅一緒に出ますか。ねえ、行く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 。ちょっとサファリも行きたいし、あの海辺でゆっくりしたいし。あ、海辺も良かったですね。ホテルの、結構海辺のホテルばっかいたので。そうだったですね。うわあ、いいね。で、アイルベーダーして、アイルベーダーもしてっていう。なかなかもう話題を受けたらもう結構まだまだあるもんな。そっか、1週間としたら行き帰りで2日って言ったらまあ4泊ぐらいはできます。4泊ぐらいはできますね。そうそう。まあ4泊短いけどまあなんとか4泊だ。まあ1週間だったら頑張って休めるかなぐらい、ね。そうですね。1週間ぐらいやった方が本当はなんていうかな、もっと堪能できるかなみたいな。そうか。1週間やるとしたらもう9日休むの難しいですよね。ね、そうですね。まあまあ厳しいですよね。もうみんなに白い目で見られるから、ね。いやでもうちの会社はあの許してくれたので。ああ、さすがすごいいい会社ですね。ちょっとまた会社のなんかやります。あとそうですね。日本ビジネスシステムズ、はい、沖縄事業所で働いております。はい、沖縄事業所はですね。マイクロソフトのプラチナパートナーでございまして、ね、主にサービスデスク業とかっていうのをやってますね。この、はい、まあ、あの先週も言ったんですけど、うん、IT 系のなんか IT 系のですね、マイクロソフトのサービスデスクをしてます、はい、商品とかあとは何だろう、 Teams とか Outlook の使い方とかっていうのもありますし、うん、なんかそういうことで何かお困りのこととかある方は問い合わせですね、はい、やってもらえればありがたいと思います。で、今日本当に、ね、来てもらってすごいありがたいなと思って、はい、ね、先週に引き続いて。でもいいね、スリランカ。あ、いいですね、本当に。アーユルヴェーダ、はい、あと、まあ、やっぱり飯もうまいし、なんかあの面白いものできるとか、なんですか。あ、これですね。これはですね、サンバルっていうものなんですけど。サンバル、なんですか、サンバル。これはモルディブフィッシュサンバルかな。あの、はい、なんていうか、なんて言ってもいいかな、ふりかけみたいなもんかと思ったらいいんですかね。ふりかけ、ふりかけというか、なんていうかな、このご飯と一緒に食べれたら美味しいんですけど、はい、一応これあの唐辛子とこのあのモルディフィッシュ、まあ他にもあのカツオとかフィッシュサンバル、カツオとかで。そういえばカツオって有名なんですよね。うん、そうですね、向こうでボニート、ボニートね、うん、そう、なんかそう、なんかあれ聞いたのがカレーとかでもカツオ入れたりとか。そうなんですよ、美味しいんですよ、このカツオのカレーが。だから日本人にも合うのか。そうですね、ちょっとだしじゃないですか、なんかそういうのは風味は感じる。カツオのだしが効いてる感じですか。そうです、なんかカツオのなんか、エキスみたいなやつがやっぱりココナッツミルクがあってみたいな。うわ、面白いし、美味しそうだね。そう、日本となんか違って、なんていうかな、なんていうか、この塩味の使い方がやっぱり違うので。えっと、のような感じ、なんだろうな、あの日本もちょっとだしとかであの味を整えるっていうか、なんていうかな、あの、はい、風味をなんか出すと思うんですけど、はい、あそこなんかもうだしとかじゃなくて、あの塩味とかっていうのが、あ、塩味なんですね、メインなので、それであの調整していくみたいな。うん、塩か、うん、なんか日本の場合はまあそうですね、確かにだしとかでやって、うん、なんかそれで塩で、あ、塩だしとかでやって、まあちょっと醤油使ったりとかでやるけど、うん、最後塩で決める感じですね。そうですね、でもあまり塩辛い感じはなく、辛い感じはないですね。でも他にもやっぱ香辛料たくさんあるんで。あ、なるほどなるほど。そうそうそう、向こうも香辛料だらけなんで面白いですね、はい、なかなか。ちょっとなんかますますスリランカ行きたくなってきた。食文化も面白いですよ。日本に近いやついいですね。あとなんかお茶とかもね、ディルマーのお茶と
あ、このセイロンティーも美味しいですね。これ有名なブランドなんで。あ、そっか、結構あっち高知ですよね。高知ですね。あれだってお茶も有名なんですね。そう、ヌアラエリアとかすごく有名なお茶があったりとか、はい、あとはあのね、あのキヨさんも好きなサモハンティー。サモハンティー、そう、サモハンティー。あ、今日ちょっと持ってくるの忘れた。めちゃくちゃうまいやつがあるんですよ、サモハンティー、うん、あのあれじゃないですか、デブゴンじゃない、サモハンキンポじゃないですか。サモハンティーって言ってあれはすごいですよね。なんか天然のなんか清涼剤っていうか、力がね、元気が出るような、そう、漢方みたいな感じですね。そう、スパイスがあって、あれお湯に入れてね、ちょっとティーみたいな感じ、はい、ティーに入れてもいいんですよね。ティーに入れてもいいですね。ティーに入れた方がいいかな、なんかね、飲みやすいと思う。美味しいかもしれない。ちょっとなんていうんですかね、胡椒っていうかなんか効いて、ちょっとチリもあってクワって熱くなって、でもすごく目が覚めるというか。そうですね、朝の一杯とか、あれ朝飲んだらもうその日もうめっちゃ頑張れそうです。一気に目覚める感じ。一気に目覚めます、ね、覚醒する感じですよね。はい、なんか なんかやばいコメントになってますよ。いやちゃんと合法的、合法的には当たり前ですよ。ちゃんとした売り物で、アマゾンでもあるんですけど、うん、本当にすごいティーで、ちょっと俺もなんかアマゾンで箱買いしてしまいました。そうですね。あれ美味しかったです。いやでもそう、あれ良かったね、うん、ちょっとハマりますね、次なんか。早くあの上野でアラブにも常駐させてください。ああね、ちょっとね、置いてやりたい ね、 ですね、はい、ちょっと面白そうですね。ということで、結構もう早い、ね、早いですね。あと本当に30秒ぐらいで終わりそうな感じで、うん、今週2週にわたって安に来てもらって、あのやってもらいました。もう一言、なんかスリランカといえばっていう感じで何か言ってもらえれば。スリランカといえば、なんだろう。まあ難しいですね。スリランカは、楽しい国です。楽しい国です。面白いですよ、ということなので、はい、皆さんもスリランカおすすめなんで、新宿なんで行ってみてください。じゃあということで、引きをナンクルタビトーク今週もお送りいたしました。また来週もよろしくお願いいたします。バイバーイ。イエーイ。よかった。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。まだまちょっと残ってると思うので。あ、はい。ということで、安です。もうありがとうございます。あの選手と同じ服で、あの放送後に収録してました。ダブルヘッダーですね。そうですね。いやー、でも楽しかった。ありがとうございます。よかったです本当に。でも安いろいろあの言ってるんで、なんかあの、ね、学会なんかね、あの、うん、あれでチェジュ島行った話が超面白かったんで、また今度。まあちょっと来月再来月ちょっと時間があった時にまたやりましょう。そうですね。チェジュ島行った話とか、上海行った話とか。あ、上海の話ね。これはもうなかなか楽しい話が多いから、ぜひやっていきたいね。はい。いやいいですね。なんか自分も話聞いて、やばい、行きたくなりますね。めっちゃ行きたくなる。やばい。新日なんで、スリランカ人の友達もたくさん増えたので。ああ、いいね。本当に。いいなスリランカ。この後だから何とかな、式終わった後に、あ、式終わったというこの帰る時にちょうどあの、うん、この友達あのアヌパですね、この結婚したの、うん、嫁さんの友達も研究者なんですよ。お、へえ。土の研究をしてて、土ほう、土の研究をしてる人で、ちょうどあの何ていうかな、あの同じ便でちょっと成田に行くっていう。お、帰る時にだから同じ日に同じ日だったんです。じゃあ一緒に、じゃあ一緒に、一緒にって言ったんで。あ、いいねいいね。この話、昔といえば俺もなんか土のセンシングの研究してたなみたいな話で話してたんですけど、ちょうどこの子があの、北海道に行くと。ああいいね、北海道土それいいからね。そういいですね。この農研センターに行くみたいな感じ。だからスリランカの人とあのまさかのね、初対面の人と帰り一緒に行って、その子は日本に来るのどころか、せあのなんかスリランカ出るの初めてだって。じゃあちょっとね、じゃあ出国、入国するまでは、入国するまではちょっと一緒にいなきゃと思って。あ、そうだね、本当にもう あちかしありがたいよ ね、 なんかね。そうですね。あ、すごい、めっちゃいい経験、めっちゃいい経験でしたね。だから本当に途中であの何て言うかな、アクシデントもあって、あの、そうそうなんですよ、飛行機遅延したんで、はい、トランジットができなかったんですよ。ああ、そっか、成田っていうか、そっからあの成田から羽田に行かないといけなくて、その子、あ、羽田、それから札幌か、札幌、うわ、トランジットできなかった、トランジットできなかったんで、もうあのフェイスブックでなんだっけ、このこのこの十勝のセンターのところにあのなんてこのメッセージ入れてメールとか書いてあげてくれる。なるほどなるほど。そしたらあの連絡が来たので、うん、向こうの、 あのトランジットとかも全部あの調べてあのできるように
別の人が代わりにあのだけ成田で待っててくれて、ああよかったね、じゃないとね、ちょっと一人で初めてでだったらやばいよね、羽田からまた成田行くのも大変だね、成田羽田行くのも大変なのにみたいな。